東園内を流れる鴨川バーベキューコーナー東園の国道脇ゲート国道脇ゲートから下る正面通路建造物建造物石づち芸術村チロルの森はかつて愛媛県西条市にあった農業公園型テーマパーク単なる営利施設ではなくゆくゆくは様々な芸術家多国籍のアーティストを招いて石づち芸術村チロルの森に居住してもらい愛媛の地域復興や 国際交流の活性化を図る目的があり、株式会社ファームが関わった数ある施設でも、一風変わった目的を持つ施設であった。ファームが管理、運営する国内9番目のテーマパークとして、1996年7月20日に開園した。ビジネスではなく、若い芸術家が生活しながら活動できる芸術村として建設された。設計、思考管理は、 京都市京区の株式会社、中根庭園研究所が言った。工費は約10億円。石槌山系を源とする鴨川の支流である谷川の標高275メートルあたり、国道194号線の寒風山トンネル手前4キロメートルの道路沿いの峡谷に作られ、国道194号線から川辺に下る道路が設けられた。 鴨川上流の警告日と石槌山系の景観を利用した施設で石槌芸術村チロルの森とも呼ばれた。オーストリアチロル山岳地方の雰囲気を意識して設計された。入場は無料。園の,の収入はバーベキューやソーセージ、ビール、パンの販売で賄われるモデルであった。陶器は積雪のため休園。園内にはレストランのほかチビール工場。 パン工房などが設けられた。年間予想入場者数は30万人。自然と芸術を取り入れた総合テーマパーク施設として2001年までにホテル、美術館、アトリエ、スポーツ施設などを順次開設する計画であった。散策路や釣り堀やゴーカートなどの設備もあった。園内の歩道は欧州風の石畳で整備された。 2009年12月1日をもって休園した。園内で製造されるチビールは水源として鴨川の副流水が使用され、清流ビールとして園内で販売された。ドイツアルブレヒト社から自家輸入したビール製造設備と製法を採用。ホップの芳醇な香りのピルスナーとまろやかなコクが特徴のミュンヘンの2種類を 年間60キロリットル製造をする計画だったが、将来的には年間150キロリットルまで増やす予定であった。ビールの原料となる麦芽やホップは朝日ビールからの供給を受けた。ファームが開設した最初の醸造所であり、このために同社は1996年6月25日にビール製造免許を取得している。ピルスナーとミュンヘンは、 仮面発酵ビールであるが、後ほど上面発酵ビール一種が加わり製造されるビールは3種類となった。入場料を課金せず、園内の物品購入で収入を得るビジネスモデルであったが、何も購入せず帰宅する顧客が多かったため、晩年には入場料が課金されるように変更された。1996年8月には水野春夫を招き、 敷地内に用意した屋外座席に船席を使って野外映画祭を開催する予定であった。1997年には小賀正夫音楽文化振興財団との共催で石槌映画祭と銘打って幅24メートル、高さ184メートル、奥行き12メートルの巨大な脳型体のバルーンスクリーンを設置し、2日間にわたって入場無料で 名作映画の上映を行った。1998年も同様に開催されている。2004年9月には台風21号で大きな被害を受けた。営業時間も短縮されるようになり、2009年12月1日に休園し、そのまま閉鎖となった。ホテルや美術館、アトリエなどの追加設備は建設が見送られた。2016年、跡地を 松山市の王の開発が取得した。王の開発は、本業の汚染土壌、建物解体業者の傍ら、松山市内に、高野この湯、高野、このホテル、姫彦温泉といった温泉施設を手掛けており、園内にボーリングを行い、1500メートルを予定、跡地を温泉施設とすることを計画している。2017年末まで多くの建物がそのまま残されていたが、 2019年夏までにすべての建物が撤去された。1998年8月には梅西木山川の呼びかけで、1998年7月から高松市で3回の四国各地のシビール生産業者らによる懇和会が開催された。ファームからはエルンテオースのオース水郷ビールと石槌芸術村チロルの森の清流ビールが参加した。 同年9月9日には4県発社による四国地ビール協議会が発足し、共同での宣伝活動や共同イベントを開催し販売促進活動を進めたり、技術研修会などを実施していくことになった。協議会事務局は梅西木山川の社内に置かれた。発車の内訳は、香川県淡渦塩ビール、愛媛県梅西木山川、水口酒造。 ファーム、香川県は、高吉産業、加藤吉観光高知県は、土佐黒オビール、よさこいビールでのあり、1998年時点での四国の全地ビール製造業者が参加した。ありがとうございます。